よし、ちょっと久々に PS5 でようやるか。いや、久々だな。どうも皆さん、おはこんばんにちは。え、あれ、おとじゃさんじゃない今。おとまるです。おとまる、誰？おとまるです。おとまるさん、え、あれ、あ、なんか撮影とかしてるんですか今。僕のこと知ってるんですか。え、おとじゃさんですよね。いや、おとまるです。おとまる誰？え、めっちゃ似てますけど。え、じゃあそれではやっていきましょう。リトルナイトメア。リトルナイトメアやっとる。フォートナイトっすよこれ。これフォートナイトって言うんですか。フォートナイトです。いや、2年ぶりだからな、フォートナイトうまくできるかな。おとじゃさんや、2年ぶりにやってるの。やっぱおとじゃさんじゃないですか。おとじゃさん、はい。いや、よくわからない。わからないんだ。なんだお前、なんだお前、口悪、怖さっきから怖。じゃあ行こうか、一緒に楽しんでいこうね。おとじゃさんじゃん。え、始まり方誰ですかそれ。本当に知らないですか。わからないですけど。え、なんか活動とかされてます。あ、してますね。それはもう、あ、やっぱされてるんだ。 YouTube だな多分。どこでされてるんですか。ふわっち。ふわっち、ふわっち、ふわっちでやってるんですか。あ、主に朝の5時ぐらいかな。朝の5時ぐらいからふわっちで。ふわっちかよ。おー、マジかよ。あと17ライブもやってますね。出た、17ライブ。17ライブやってんすか。はい、アンチがあんまりないんですよね、ふわっちと17ライブ。アンチないんすね。これ助けてほしいな。わかりました。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん呼んでる。え、お兄ちゃん、アニジャさんいるこれ。アニジャ、アニジャ、アニジャ。あ、知らないですね、それも。あー、来てますよ、窓から。武器ないっす、武器ないっす。早くしろよ、カス。いや、口悪っ。カス言うたよ。いやー、どうもありがとうございました。いやー、なんか変な人だったけど、まあまあまあ、とりあえず次も野良行くか。お願いします。どうも皆さんは、あれ、こんばんにちは。え、またや。おとまるです。出た、この人。おとまるさん、また会いましたね。あれ、君はさっきの。はい、さっきのですよ。激弱くんじゃないか。激弱くんじゃないですね。え、17ライブやってんすか。17ライブとふわっち。ふわっち。あ、結構やっぱ有名なんすか。じゃあもう結構人気出そうな声。そうだね、結構やってるからね、はい、もう配信力も長いし。え、何年ぐらいやられてるんすか。もう8、長日、8日、少ない。8日で投げって言うなよこいつ。バカなんじゃないのこの人。バカ。あ、すいません。いや、失礼だな、君は。すいません、ごめんなさい。そういうことを初対面の人に言っちゃダメなんだよ。わかったかい。そうですね。まあ、2回目なんでちょっといいかなと思います。すいません。ちょっとしよう。こーわ。こんわー。ちょっとしよう。アマルサーの。名前なんて言うんだい。アマルですね。アマル。いや、アマルですね。あ、アマル。いや、アマルです。あ、わかりにくいな、お前。こいつ、口悪いし耳悪いな、ほんと。腹立つな。見すぎだろ、お前。どう考えても。一打ライブ結構じゃあ、多いんすか。あ、もう結構リスナーもついてる感じだね。やっぱそうなんだ。人気、なんか人気でそうっすもんね、声。嬉しい限りなんだけどね。じゃあ、どんぐらいとかって聞いていいっすか。あ、全然、もう結構胸張って言えるぐらいの数字だから。あ、じゃあ結構やばい。なんかほんと、大御所の方あっちゃったかもしれないですね。ランキングでは結構いい感じのところまでは行くんだけど。24人。少な、少ねえ、こいつ。少ねえとか言う。ゲーム実況やってるんだけど。あ、そうなんすね。そう、あ、結構いろんなゲームとかね、やらさせてもらってるんだけど、うん、やっぱりおとじゃさんじゃん。え、いろんなゲームやってるんですか、ゲーム実況で。おとじゃさん、おとじゃさんじゃん、それ。そういう方がいるんですか。いますけどね、だいぶ有名っすよ。ゲーム実況といえばみたいなとこあります。真似されてるな。逆ですね。よく言えますね、24人の分際で。よう言えんな、そんなこと。分際、ちょっとごめんなさい、今のは。え、でも、おとじゃさんっていう方は、はい、ほんと、もう何百万人レベルなんですよ。ああ、何百万、あ、そんないらっしゃるんだ。はい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 。偽物が。偽物がそんないるわけねえだろ。撃たれてる。助けてくれよ。見りゃわかるでしょ、これは。お前、ほんとさっきから、お前、いい加減にしろよ。あ、すいません。ごめんなさい、ちょっと突っ込んじゃうんですよ。ごめんなさい、ほんと。それは。いや、まあ、そういう人間ってことだよね。はい。多種多様な人間がいてもいいと思う。そういう考えだから、僕は。いいっすね、優しそう。なんか、おとじゃさんっぽい考え方もやっぱ似てるな。ナイス、やったよ。うまいっすね。あ、当たり前だろ。おめでとう、次からな。なんか来てるぞ、おい。あ、やばいやばい。倒しましょう。オッケー、どこにいるんだい、敵は。そっちの方に行こう。完全に、あれだな。意識してないのかな、これ。あ、全くそれはしてない。あ、してなくて、めっちゃ似てるな、じゃあ。あ、
いいじゃねえか、たまにはやるじゃねえか。たまにはとか言ってる。ようやくせに。最悪。口悪。口悪いじゃん、こいつも。そう、細かい人ですね。いや、細かいっすかね。細かい、かなり細かい。あ、すいません、ちょっと気をつけます。いや、楽しい。なんか嬉しい。なんか俺、おとじょさんのファンなんで。俺のファンかい。いや、おめえのファンいねえだろ。24人いるわ。おとまる結構有名だぞ、おい。ほんと、初めて聞きましたよ。でも、私が挨拶したときは結構、おーみたいな反応してたけどな。挨拶もう一回いいっすか？いいですか、行きますよ。はい。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。おとじょですね。おとじょさんも全く同じです。おとまるです。あの、俺が知ってるおとじょさんも、はいはい。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。おとじょですって言うんですよ。知らないな。知らないんだ。知れよ、もう。勉強不足すぎるだろ、こいつ。知れよ。いや、結構いい年齢だぜ、私。いくつなんですか？あの、46。お、いい年齢だ。それでおとまるとか言ってんすか？人生かけてから、これに。あ、そうなんすか？もう、いろいろ大変で。はい。あの、会社もクビになって。はい。これで食ってくぞって決めてやってんだから、お前、いい年齢でお前こんなことやってるとか言うなよ、お前。年齢関係ないですもんね。そうだぞ。それでやっていきましょう。オートナイト。おとじょさんじゃん。おっせえな、しかも。もう10分は経ってるよ、これ。今何やってたんだよ、じゃあ。うるせえな、こいつ。でよとか言うなよ。おい、絶対言わねえぞ、今の。おとじょさん。言うよ。口悪っ。アナルサード。おとまさん、やっぱ、ねとか言うと人気出ないですよ、さすがに。いやー、でもこれで結構ウケてるからな、24人。いや、あ、そうなの、24人に24人これが面白いよって言ってくれるけどな。民度低っ。まあ、うちのリスナーはね、はい、あの2チャンネルとかに書き込んだり。あ、低っ。晒しとか結構やるタイプの。最悪。うちのリスナーを悪い風に言うな。あ、すいません、ごめんなさい、リスナー思いなんだな。リスナー大事だぞ。すいません、ごめんなさい。一チャンライブって結構、はい、お金落としてくれるから、こうやって大事とか言っとかないとダメなわけ。ゴミだ。ゴミじゃないですか、おとまるさん。誰が見てるか分かんないからね。はい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 。でもリスナーのことは、おとまるは、はい、ゴミだと思ってるよ。だって思ってるし、こいつ一人称おとまる、キモ。一人称おとまるっていうのか、この人。おとまる的にはね。おとまる的とか言っとる。リスナーはでも、お金くれるときは、お金のため。すごいっすね。おとまるさん、もしかしてですけど、なんだい？お兄ちゃんとかいます？ああ、お兄ちゃんいますね。お兄ちゃんとよくわかんない人、もう一人が同居人。おとじょさんじゃん。え、だからおとじょさんって方もそうなんですか？よくわかんない方ではないですけどね。おついちさんっていう方ですけど。え、ちなみにお兄ちゃんことなんて呼んでます？あ、兄じゃん。おとじょさんじゃん。兄じゃん。兄じゃん。おとじょと兄じゃじゃん。いや、おとまる、おとまるですけど。え、じゃあお兄ちゃんからはおとまるって呼ばれてるんですか？おとまるとかまるとか結構。まるおとじゃとかは呼ばれてない。おとじゃって呼ばれてないんですね。呼ばれてないです。お兄ちゃんに言うぞ、お前。お兄ちゃんに言うな。お兄ちゃん頼んなよ、すぐ。46歳だな、ほんと。いいだろうか、別に。兄弟愛だろう、それは。お金困った時とかすぐ連絡するんだよ。な、嫌だな、なんか聞きたくないな。何してんのよ、それ。これ倒さないですか、こいつ。待たせたな。待たせたな、言うとる。待たせたな、言うとるやん。私が来た。私が来たって言ってる。あ、縁来ますよ、縁来ますよ。一人やったぜ。ナイス、縁来ますよ、でも。俺は一人やったぜ。縁が来ますよって。やかましいな、お前、ほんとに。黙れんのか、お前。あ、怖っ。めっちゃ怒るやん。やっぱ譲れないとこあるからね、人間には。すいません。今のとこなんですか、譲れないとこ。今のとこは譲れなかったね。すいません。どこが降ってんかわからん、この人。一番怖いタイプ。その同居人の方って、ええええ、ちなみに名前とかってなんていうんですか？おつにさんです。え？おつに？おつに？おつにさん。おつにさん。おつにさん。おついちさんやん。めっちゃ意識しとる。おついちさん。なんで知らんのこの人。若いからかな、やっぱ荒いね、言動とかね。言動荒いのはおとまるさんだと思いますけどね、結構。いや、おめえだろ。ほらほらほら、怖っ。うるせえな。ビビっちゃいますって、40歳の方におめえとかなんか、うるせえとか言われたら。いや、お兄ちゃんにもやめろって言われてんだけどな。やっぱ言われてんだ。聞けよ、話しとの。は？だよな。だよな。ゲームは結構やられてるんですか、じゃあ。あ、結構やるね。やっぱ FPS とか。はいはいはい。あとは。結構好きかもしれん。デッドマイネイライトとか。リトルナイトメアとか。リトルナイト、あ、だから、おとじょさんじゃん。え？ゲームのラインナップがおとじょさん。その方もやられてる、これを。やってますね。キブだなぁ。キブだ。キブってか絶対知ってるでしょ、これ。意識してないって言われても、
うん、信じれないレベルなんですよね。意識してないよ、全く。してないっすか、これ。あ、ちょっとごめん、はい、ちょっと待ってね。何ですか。アニちゃん。あー、アニちゃん呼んどる。お茶、アニちゃん呼んどる。アニちゃん。アニちゃん使っとる。無理。え、おつに、おつに。あ、おつにも使っとる。お茶やって、お茶。お茶。すっげえ。あよ。こわ。すいません、すいません。あの、聞こえてましたけど、全部。あ、すいません、ちょっとごめんなさい。ミュートにしてると思ってたんですけど。いや、できてないですね、全く。あら、全部聞こえました。行くぞ、オタコン。オタコンって言ってるやん。オタコンじゃねえよ。名前なんだっけ。アマルですよ。あ、アマルね。誰がオタコンだよ。スニーキングしようか。スニーキングしとるやん。スネークやん。スネーク、スネークも知らんの。何してたの、この人。スネーク、わかるでしょ。メタルギア知らないですか。メタルギア全部知らねえ。わかんねえな。わかんねえのかよ。お前が何言ってるかわかんねえ。口悪い。うるせえな。うるせえなって言ってる。何回もめっちゃ言われてる俺。お前でもうるせえよ、お前は。すいません。許せよ。うるせえな。うるせえ。危ない。敵がうるさい。え、あ、だったらいいんだけどさ、はい、僕に向かってさ、うるせえってやつなかなかいないから。バカだこいつ。今、墓場って言いました。墓場って言ってないですね。耳が悪い。耳が悪い、本当に。いや、そんなことないと思うんだけどな。いや、耳は悪いっすよ。これ、ビクロイ取りたいね。取りたいっすね。頑張りましょう、トマルさん。頑張っていきましょう。それでは取っていきますか。ビクリロイヤル。元じゃさんじゃん、もう今の言い方。元じゃが知らねえつってんだろ、お前。知らねえ。いてこますぞ、お前。いてこますぞってあんま言わんぞ。やったよ。ナイス。それやった。オッケー。お、ナイスだよ。はい。たまには使えるな、お前。たまにはとか言うなって。一言多いな。やば。やばい。大丈夫かい。回復しますね、おとまるさん。僕も回復するよ。はい。うわー、足りんかった。ごめんなさい。いや、仕方がないね。申し訳ない。君はビクロイが取りたいかい。取りたいです。任せろ。任せろって言った。僕に任せといて。うわ、やっぱ頼りになる。アニちゃん、僕に任せろ。俺のことアニちゃんって言ってる。アニちゃん違いますよ。アニちゃん。アニちゃんじゃないっすよ、俺。アマルです。アマちゃん、アマちゃん。あ、アニ違う、アニ違う。見といて、見といて、俺のプレイね。アマちゃんって。おすし。おすしって言ったやん、今。完全に言った、今。言ってますよね、今。絶対言った、今。おいおすし。言ってるやん。おい。おー、ナイス、うまい。頑張って、頑張って。あー、もう、勝っちゃうよ、私。うまい。はい、一人。おお、しまうんだね。すごい。あと2人っすよ、おともるさん。あと2人？ 2 人だけかい。はい。うまい、うまい、うまい。うまい。見たいかい、ビクロイを。見たいです。まあ、これは決めてくれる。じゃあ最後行きましょうか。はい。それでは取っていきましょう。ビクトリーロイヤル。おお、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。元田さんじゃん。